はい、というわけでですね、こっちを開けていきたいと思います。結論から言うと、こっちもマイクです。ね、けどマイクですけども、さっきのね、C1 はこんな感じですけども、次のはこんな感じのアタッシュケースになってますね。じゃあ開けましょうかね。ここは楽器ケースとかと同じで、ここピョコンとピョコンと開けると、おい、まあ、さっきのより全然違う。はい、こちらもベリンガーですけども、こちらは B2 Pro というものです。こっちも袋から出そうかな。じゃあ、ね、コンデンサーマイクはね、扱いに本当に気をつけないといけないんでね、あんまり先ちょさっちゃダメだろうな。ここの横はいいのかな、多分これ横のこの金属部、ここ大丈夫だよね。これ大丈夫でしょう、きっと。よし、はい、こんな感じです。ここに見えますかね、 B2 プロとね、そしてベリンガーで、ここのなんかスイッチみたいな、これ単一指向と、あとこの両方からできるのと、あとは無指向だったかな、確か。なんかそんな気がします。それでですね、さっきの C1 と比べると長いですよね。長いです。そして、こちらにもね、こう、息の音が入らないようにするやつ。つけたらどうなんだろう。これつけたらどうなんだろうな。かっこ悪い。かっこ悪いね。これはいいや。さあ、続いてこちらです。ね。これは、皆さん知ってますか？これ。これはですね、マイクホルダーなんですけども、こう、ここにね、ゴムが貼ってあって、こう衝撃吸収のホルダーなんですよ。こう、プロの歌手とか、あと声優さんなんかもね、こういうの使ってますよね。よく見ると。マイクホルダーこんな感じなんです。で、これはどうすんのかな？ここのなんかつまみが、これつまみわかりますかね？見えないな。ちょっと、ああ、見えたかな？これ、今親指のところの。これつまみ、おっと、これつまみになってて、こう、クッてね、クリップみたいにできるので。でもここ、こうやって引っ張って。で、こうやってズボッと。こうなるんでしょう。ね。こんな感じです。よいしょっと。はい。こんな感じです。はい。こんな感じでね、開封いたしました。なんでマイクを買ったのかと、こう気になる方もいらっしゃると思うんですよ。この僕の動画を見てくださってる方の中にはね、気づいた方もいるかもしれないですけども、僕この間このマイク買ったばっかりじゃないですか。ね、このソニーの PCV80U。これを買ったばっかりじゃないですか。なのに、なんでこれを買ったのか。特に理由はありません。嘘です。冗談。ですね、ここ僕吹奏楽やってるんですけども、その演奏会のですね、録音、あれをやりたいなと思ったんですね。それで高校のですね、ちょっとした演奏会があったので、その際にですね、これ使って録音してみたんですよ。で、したらね、あんまり良くないんですよ。まあ、当然なんかこれ楽器演奏とか録音するじゃないのでね。そんなに良くなかったんですよね。まあ、なので、やっぱり本格的なコンデンサーマイク欲しいなと思ったんです。はい。さっきからこうやってちょっと口元にマイク入ってて、これ繋がってませんからね。両方とも繋がってませんから。でですね、こういうの買ったはいいんですけど、僕ケーブルもまだ持ってませんし、オーディオインターフェースも持ってないので、まだ使えないんですよ。まあね、オーディオインターフェースをちょっとどうしようかなと今検討中なんです。なんか、いいのあったら、教えてください。ちなみにね、瀬戸康史さんの買ってた、ローランドのクワッドキャプチャー。あれいいなと思ったんだけど、ちょっと2万円とか高いんですよね。だからね、ちょっとどうしよっかなって。
今自分の中で狙ってるのはあのスタインバーグの CI-1 ってやつなんですよ。あれいいんじゃないかなって思ってます。まあけどあの皆さんいいのあったら教えてください。それでは今日はこの辺で、じゃあねー。